オプティとは、ダイハツ工業で、かつて生産、販売されていた、軽自動車である。当時のダイハツの看板車種であった、ミラーの上級車種として登場。個性的なスタイルを信条とし、特に初代モデルは、若い女性を中心に、二代目モデルの、エアロダウンビークスの5足、MT モデルは、若い男性を中心に、それぞれ人気を博していた。ボディタイプは、初代が3ドア。 およびおドアのハッチバックセダンタイプ。二代目は独立したトランクルームを持つノッチバックの4ドアハードトップセダンのみの設定。軽自動車で本格的なリアトランク付けのノッチバックセダンといえる車種は1966年から1970年まで販売されていた同社の初代フェローセダン以来28年ぶりの車種となった。 L300SFFL310S4 WDL800SFFL802S エアロダウンビークス FFL810S4 WDA5 のオプティマム最適なオプチミスティック明るく前向きなお組み合わせた明るく前向きで時代に最適な車という意味である軽自動車唯一のハードトップセダンであった翌年五月にピコ S が追加された際に ピコの5ドアにおいてもパワーウィンドウが標準化された。1995年10月に5ドアも追加された。オプティ1992年1月から1998年10月生産モデルのカタログリクルート株式会社2020年1月5日閲覧オプティトヨタ自動車株式会社2020年1月5日閲覧2000年3月に 2代目の追加グレードとして、クラシックが再発売されている。オプティ、トヨタ自動車株式会社。2020年1月5日閲覧。オプティ1998年11月から2002年8月生産モデルのカタログ。2020年1月5日閲覧。デアゴスティーニジャパン週刊日本の名車第3523ページより、ありがとうございます。